はい、今回2023年6月号の新型ミーマーの実燃費、新型ボクシー、新型ノア、で新型ステップワゴン、新型セーナ E パワーですね、肉が発売して、今回ハビット肉の方ですね、比較していきます。で現時点でもガソリン価格、レギュラーが157円、ハイオクが168円で、軽油が133円ですね。実燃費の比較の前に新型車の燃費ランキングトップ20からで、レギュラーガソリンが7ヶ月半ぶりに高値って書いてますね。まあ6月号なんで蒸し暑い時期が続いて、あとは長距離移動とか少ない時期ですよね。観光シーズンでもないんで、まあ、燃費が伸びにくい時期ではあって、20位からでワゴン R スマイル 21.80、 19位がワゴン R で、18位がラッパー22位超えて、17位がフィーウダ、16位がフィット、15位が CHR、 14位がツーリング、13位がミラトコット、12位がシエンタで23超えて、11位がインサイト、10位がヤイスクロス、9位がミライス、8位がプリウス24超えて、7位がライズ、6位がカロスポ25超えて、5位がヤイス、4位がアルトで、3位アクシオ 25.23 で、2位がロッキー 25.38 で、1位がアクア 26.79 ですね。アクアがフルモデチェンジしたとき、まあ、安とどちらの方が燃費がいいのか気にはなってたんですけどね。で、まずはノアカーですね。今までガソリン車の比較を中心だったんですけどね、今回セーナ E パワーが発売して、で新型90系ですね。一番上がハビットの肉、1800cc プラスモーターですね。305万カラーで、1610から1700キロで、年間ガソリン代1万キロ走ったとして82,402円、直近のデータ、6月14日一応燃費良くなかった記録で、6月10日の 17.34 ですかね。平均したらまあ10後半あって20近くありますよね。18、19、まあ19はなくても18以上はあって、まあ 19.5 か下手したら20ぐらいありますかね。まあ18後半か19で、ボクシーが、もうすぐアルファードとか NM が追加されますけどね。結構全長がないですよね。シャーバーそこまで広くはないですけどね。でボクシーも一番上ですね。90系エンジンはノアと一緒、 1.8L プラスモーターで344万から、まあ、ボクシーはエアロ仕様しかないんで、ノアより高くて、車重1620から1690、1年間1万キロ走ったと仮定して、89,249円。で、直近のデータ、6月9日から16日まで、一応燃費良くなかった記録だと、6月16日 13.75、 一番燃費良かった記録で6月13日 21.95、 ノアと比べたら全然燃費が落ちて、17ないですかね、16、17同じパーユニットなんですけどね。
で続けてステップワゴン、スパーダとかプレミアムライン含まれてますね。ステップワゴンは2番目ですね。 RP8 338万から、まあボクシーと似たような価格帯ですけどね、1810か1840万ですね。ボクシーとかノアリ加えたら200キロぐらい持ってんですね。2リッタープラス2モーターですね。1年間1万キロ96,053円、5月31日から6月14日まで1万年ぴょくなかった記録だと 15.83、 6月3日、一番ね、良かった記録だと直近は6月14日、19.45。平均した16、17ですかね。まあ、それでもボクシーと同じくらいですかね。で、気になるのがセーナ。セーナ、確か新型 1.4 リッターですよね。でまあ4月に登場した、まあしてかあまり日にちは経ってないんでデータ少ないと思うんですけどね、先代だとこんな感じですね。まあパッと見ボクシーステップアゴンと似たような、まあ16、17ぐらいで、で仙台 1.2 リッターだったのが新型 1.4 リッタープラスモーターで369万からなんですね。1800キロか1850キロで、まあ、セーナも車重が重ためで、斜め乗車って記載してますけどルキシオンだけですよね。で1年間1万キロで91,191円、直近のデータ6月13、15、16日、 13.70、20.73、14.41、 34、47、47÷3 で、まあそれでも15、16ぐらいですかね。15後半か、ノアが一番燃費良かったとまず計算して出しておきますけどね。1.8 リッタープラスモーターで、2リッタープラスモーターで、 1.4 リッタープラスモーターで、まあ車重が軽い分燃費がいいというのはあるんですかね。ミニバンのランキング見てやっぱりコンパクトミニバンが中心ですね。でノアが3位にランクインしていて、まあ新型シエンタって本当に燃費がいいんですね。2位のフリードより 4.7 ぐらいですね、燃費がいいんで。セーナがランクインしてないですけど、はい、今回2023年6月号の国産車の新型ミニバン、ミドルクラスミニバンの実燃費を比較してみたでした。